尾形政権2年目。主なインアウトはこちら。ドラフトで岡田、西川らを獲得。ジャクソン、エーゲンズラでリリーフを強化。中日からルナを獲得。開幕オーダーはこのように組まれ、シーズンが幕開け。開幕投手はジョンソン。最終的にこのような打順、守備位置で起用されることが多く、花菊丸の上位打線、新井の勝負強さ、鈴木の前年に続く活躍で強力打線を形成。先発投手陣は主にこちら。沢村賞のジョンソン、最多賞の野村を中心としたローテーションが組まれていました。リリーフ陣は今村、ジャクソン、中崎の勝ちパターンを中心に鉄壁リリーフ陣が形成されました。最後に2016年度の表彰とタイトル獲得者、